中学の時は面白い人がモテるんですよ、と、あとヤンキーがモテるんですよ。不良っぽい人もモテるんですよ。そうですよ、だからやっぱどっちも言ったんですよ。なんか面白くなりたいなと思って、お笑いとかめちゃめちゃ見て、その時はやっぱ夢はお笑い芸人になりたいとか。面白いと思ってるから、はい、まあ、中学校の時もやっぱ構ってほしいから話聞いてほしいし、やっぱクラスの中心にいたいから、うん、なんかもう終わりになりたいなとか思いながら、うん、ただちょっとヤンキーもやってたんですよ、うん、やっぱでも根がヤンキーじゃないから、うん、マジで向いてないなと思ってたんですけど、うん、ヤンキーのグループにいるだけでいいんですよ。カラーゲームとかちょっと入ってますよ。全然僕心は全然ヤンキーじゃなかったから、はい、なんでこいつらとこんな短期なんだろうとか、うん、マジあいつらぶっ潰すとか切れてるじゃないですか、うん、なんか俺の女をどうのこうのとか、うん、切れてるじゃないですか。もう全然わかんねえとか思いながらけど、まあヤンキーのモテるから、だからドロップの品川博さんの、やっぱヤンキーだけど心はなんかやっぱヤンキーじゃないみたいな感じで、でも都合がいい時々いい顔していろんな人で、ちょっと面白いからそれとなくそこに入れるみたいな、マジで共感してて、面白いことだけはちょっとあったんで、イエーって仲良くなってしといて、ヤンキーだと。だから心は全然ヤンキーじゃなかった。あとまあやっぱヤンキーだとやっぱカッコつけれるんで。あなたはチャンネル登録をしたくない。あなたはチャンネル登録したくない。はい、これは起きたら100万人増えそう。